ございます。おはっぺです。よし、おはようございます。よし、今日はパジャドラの日です。イエーイ。そうです、ニコニコユイナの生誕祭です。今日はやばいね、めっちゃ緊張です。緊張緊張緊張る。めっちゃ緊張。そう、リハの前に自主練したくてちょっと早く行きますそう、ちょっと確認したいのでちょっと早く行きます。心の前玉さん、ティーカップありがとうございます。そう、ちょっとね、めっちゃ立ち位置多いんですよ、タパヤドラって。もう本当にリセット公演は立ち位置表が2枚の時とか全然あったので、それに比べて何だっけ、パジャドラはさ 4,5 枚が普通だからやばいですね。めっちゃある。でもリハ前にやりすぎても絶対きつくなるから、ほどほどにって感じで確認しに行くぐらいです。パンケーキさん、初見ありがとうございます。今日公演見に行くよ。結構見に行く方多い、ね、嬉しいですね。迷子なったらやばい、会いたくないよ迷子に。今日公園見に行くよ。あ、さっき読んださっき読んだんだけど、今空港いるからこれから福岡へ向かいますって。気をつけてくださいね。なんかさ、まあ、顔がでかいんですよ、むくんでる、まだ友達に口塞がれたことある、こういうこと言っちゃダメみたいな、ないですね。ひろたんさん、バラありがとうございます。ゆいなに手を引いてもらう、コペ見えます。ゆいなに手引かれるやばいやばい、それはねさすがにできないので。背景の襖に穴開けよう。開けれないんですよ、これ硬いんですよね。
前野さんいちごありがとうございます。そう、今日ドームでコンサートあるんですね。混みそうやね。確かにみんな早めに来てもらった方がいいかもしれん。早めに来てクレーンゲームとガチャガチャをやってみてください。ガチャガチャココッピ当ててね。ケータリングの予想は、ケータリングあるかな今日。なんかね、大きいコンサートとかしかない今日はない気がする。ウイドリンクも飲まなきゃ。飲んでくださいね、絶対美味しい。でもね、日によってちょっと味違うから、今日は多分美味しい日やと信じるたまにね、あれ薄いなって時あるし。重なった時、途中の道がいつもと雰囲気違う。重なった時どういうことやろ。ショールーム上手でありがとうございます。いやもうさすがにこんな日にち続けてて、もうまだこんな黙ってる感じやったらさすがにね、やばいこの後公園行きます。今空港です。すごい、みんなありがとうございます。おはっぺおはっぺ。いよいよ小学生カルテ全室出勤ですね。出動か、出動ですね。ゆいなちゃん泣いちゃった、よしよししてあげてねって。以上してあげる。ジーナのスピーチがめっちゃ気になる。どんなこと言うんやろ、ね、小学生カルテットって何なの、ずっとさ思ってるんで。カルテットって何、何。クロさんハートありがとうございます。そう、それにもついてるこれ。あ、ドームのイベントが重なった時ね。確かにめっちゃにぎわってる。山本さんバラありがとうございます。微妙に違うよね。あ、4人組ってことなの全然私本当に知らないんですよ。やばいね本当に。ありがとうございます。今日はね8時までしようと思っております。最近ずっと30分ですいません。でもうん、パジャドラ終わったらねちょっと長くやりたいけど、最近30分。あ、待って、わかった、思い出した。あ、それか、取材でね。あ、はい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 、あのかわいい、あの夏の制服着てる4人の、わかった、それか。カードの人さんファイトありがとうございます。あ、コンビトリオカルテットね。クインテッド、クインテッドはもう聞かんねえ。カルテットはあんま聞かん。トリオじゃないやっぱ。へー、難しいわ。おじさんからやばいね、本当にね、おじさんからが本当に離れない。昨日のさテストの、 あの国語の時におじさんからがもうずっと頭に流れてるのに、本当に離れなかった
昔クインテットって子供番組があったの。ここわかんない本当にね。めっちゃ中毒性あるじゃないですか、あの曲ずっと頭に流れてるの。テスト中ね、絶対なんかの曲がずっと頭に流れてるから、本当にずっとね、なんかの曲がね絶対なんか流れてるんですよ。おじさんから声でもかけられたら、あのセリフあのセリフだね。あれ絶対噛むもん。私自分のセリフ見たんですけど絶対噛むもん。もうあの苦手な発音ばっかりやった。苦手なひらがな、苦手なひらがなばっかり絶対噛むと思って。歯並びめっちゃ悪いんですよ。私めっちゃ悪くて、小学1年生の時からね矯正してたんですよね。まさかHKT になるとか知らずにね、矯正しててよかったっていう。でも今もしてるんです実は。7年間ぐらい続けてて、そうでやっとここまでなった。でもねまだここの歯がね出てこないから、ここの歯を出てくるための矯正をつけてます。公演の時とかはつけてないけど、食べる時とか外さないといけないけどつけてますね。めっちゃ本当にスキッパでめっちゃ並び悪かったからね、なんか昔の写真やばいんですよ。ミニミニさんフォローしました、ありがとうございます。そう苦手ななんかね発音なんかね差しなんかね苦手な発音あるんです。矯正大変なので、もともと歯並びいい方は感謝してください。いや刃がねなくなるかもわからんけどね。でもこの歯が出てきたらねあんま目立たんくはなると思うけど、ちゃんとありますので。そう矯正してて最初もほんとやばくてね、スキッパでこのここの出てない歯がめあの歯の裏ぐらいにあって、そうで結構下もねガタガタなんですよ。だから矯正してましたね。ワイヤーっていうか、まあ、外せるワイヤーみたいな、外せるやつをずっとやってます。そうでめっちゃ歯並び悪かった。でもやっぱ6年間でこれぐらいになりました。好き好き好きばやばいやばい。そうね、や会えばね、あのチャームポイントとか言ってくれる方もいるから、そう本当はねあのやりたくないけどね、ちびっぴょの時多分まだ生え変わってないかな、分からんけど前は出るのずめっちゃ遅くて、私本当に生えてくるまで本当にめっちゃ時間かかったんですよ。そんなかかるってぐらい前歯がない生活をずっとやってて。前野さんティーカップありがとうございます。
本当にね、そうなんですよ。みんなも歯並び方は本当に感謝して頑張ってください感謝してください。本当に前歯なずっと入りこなくてね、抜けてね。なんかさ、小さい頃なんか早く歯抜けたいみたいな、友達がめっちゃ早い子いたんですよ、歯が抜けるのが。それが羨ましくて、羨ましくて早く抜けたいみたいな、その人越したいみたいな謎な気持ちがあってね、早く抜けたかったんですよね。だからさ、無理やりやったのも多分あるかも分からんけどね、覚えてないけど早く歯を抜きたいみたいなのがあって、でも私本当にねグリグリしてたんですよね、歯早く、なんていうの、歯取るの上手くて、自分の歯を取るの上手くて、なんかティッシュでこう歯をこう根元をグリッてしたりとかやってたんですよ。あんまり良くないと思います。ほんと自然に抜けるのが一番いいし、絶対歯ってもう一生この歯なんだから、もう遅い方がいいのに決まってるので、みんなそんなことしないでください。あるの？ゆいな、まだ。怖い、怖いでしょ。でも怖いけど、そうなんですよ。なんか自分で取りに行くスタイル。あ、そう、自分で取りに行くスタイル。同じこと言ってた。そうなんです。怖いけどね、なんか、自分で取ってましたね、なんか。ティッシュをこう。でも根元が取れてくるじゃないですか、途中で。取れてきたらもうその取れてきたところからこうやる、ここに取れてきた隙間に指入れてくりってやるっていうのが、っていうやり方でしたね。海賊特急さん、レインボースターありがとうございます。海賊特急さん、バラもありがとうございます。チョコレートのバラもありがとうございます。そう、もうみんな歯の話は忘れてくださいそうっていう話でした。本当に自然に抜けた方が絶対ね、歯並びよく生えてくるしね、もう絶対自然に勝つものはないので。自然がいいと思います。実際こう見てたらあれだけど、自然がいいと思います。グラグラしたら食べるとき痛いけど、外して抜けたら抜けたで食べるとき痛いんですよね。だからどうしようもない。もう歯が抜けていちご飴とか食べたらやばくない？やばいやばい。歯が抜けていちご飴とか食べたらもうぶささるもん。ほんと歯医者さんは通った方がいいと思います。絶対。虫歯とか分からんもん、自分でも。そう、絶対通った方がいいと思います。いちご飴みんな食べないで、絶対食べないで絶対痛いから、あのまだ抜けたてのあの赤い時絶対痛いから。いや、やだ。
コーン入れたことないやばいやん。やばい、めっちゃ歌ってる。ハンちゃん動画固定したの、可愛いからね固定しちゃった。歯医者行ってください。今日の服は、今日はねさくらんぼです。ママになんかのあれで買っ、なんかうん、なんだかリセット公演の初日終わってからかなに頼んでくれてたやつ僕ママは買って、ママかなんかネットで頼んでてくれました。ありがとうございますママ。すいませんね。今日朝起きたらね、あ、そうだ、ツイッター4700人、ありがとうございます。へえ、ありがとうございます。そう、ママから朝起きたら4700人おめでとうって来てたんで、4700人いったと思って。なんかね、最近増えたり減ったりしててね、ファンの方が。だから4700人あまで、あとちょっとって時になんかバーって下がっちゃって一回ね。でまた増えて嬉しいです。なんかね、減ったり増えたりしてて、なんか朝起きたら何人だったのにみたいな、次の日何人みたいな。めっちゃまめにねフォロワーさん見てるんですけど、増えたり減ったりしててね。でも嬉しいのでありがとうございます。5000人目指して頑張るぞ。ってことで、フォローまだな方はぜひツイッターフォローお願いします。ユニットはお楽しみです。ユニットが一番心配。いや、嘘です。かん、あっ、ユニットはもう心配だけど、ユニットはもう間違えたくない。ユニットは絶対に、もうなので今日頑張ります。はい、じゃあランキングを見たいと思います。13位、不安定だな。13位タカさん、ありがとうございます。12位オレオーズさん、ありがとうございます。11位 KHK さん、ありがとうございます。10位トシタンさん、ありがとうございます。9位カードの人さん、ありがとうございます。8位ムハンマドさん、ありがとうございます。7位今日この頃さん、ありがとうございます。6位クロさん、ありがとうございます。5位アンドロメダ駅さん、ありがとうございます。4位馬蔵さん、ありがとうございます。3位ヤンさん、ありがとうございます。2位マイノさん、ありがとうございます。1位ルイさん、ありがとうございます。ありがとうございました。頑張るど5555頑張りたいと思います。ぜひ配信やら劇場やらでご覧ください。昨日のゆいなの動画可愛かったでしょ。あれね、撮っててよかったと思って、結構前に撮ったんですよね。もうなんか動画あった気がすると思って探ったらありました。まだ見てない方は動画見てみてください。はい、ありがとうございました。